はい、皆さんこんにちは、熊澤でございます。これまで動画の中でマンフロットの製品をね、購入して届いて開封っていうことはねしたことあるんですけど、しっかりこうなんかスペックとかお話ししたことなかったんで、今回から4回に分けてまあなんかスペックなりなんなりちょっと見ていこうかなっていうふうに思います。はい、ということで早速あそこに映ってますのがマンフロットのビデオ一脚ですね。 X プロのモノポッドプラスというビデオ一脚です。はい、あのね、今映ってるのがね、雲台とその上に乗ってる GH4 ですね。でこう見ていくとグリップがついてて、はい、で下がね4段アルミの4段になっていて、下に一脚ベースがついていると、まあそういう仕様になっているわけです。はい、で今これ一番短い状態ね、この一番短い状態で78センチだそうです。ここまで行くともうちょっと2メーター3あるらしいっすね。チルトなんですけど、前に90度、後ろに70度の角度があると。パンは雲台でするというよりも下の足が回ってくれるという感じで360度対応してくれます。でここのレバーを引き上げると、ここがボール雲台みたくなっていて、こういう感じで傾けて使うことができると、そういう風になっていると。で一脚ベースはここね、ここをクッと手前に引くと畳めるという感じで畳むことができます。ここのグリップ部はね、ラバーで囲まれてるんで、冷たいところで触っても手が張り付いてしまって凍傷してしまうとか、そういった恐れもなく、グリップ感に富んだ非常にいいラバーがコーティングされてます。このね、フルードの部分ですね、これはここのネジを引っ張ることで、角度を調節して収納時にもこういう感じになりますし、こっち側にもついてるんで、まあ、左手で操作するための、付け替えもできると。でさらにここにね、これが多分3分の8ネジかなんかなのかな、はい、ここが空いてるんで、例えばこう首をつけてここにモニターをマウントするとか、そういう拡張性にも優れてると。でここには水準器もついてるんで、使いやすいと思います。カーボンではなくアルミの4段になっていますね。でクイックリリースプレートは 500p のものになってます。ロングプレートです。ここをくるくる回して下に下げるとクイックリーに外すことができて、つけることもできるという感じになってます。じゃあ実際にね、GH4 が乗ってるんで記録していこうかな。はい、よいしょ。じゃあまずね、パンを押してみましょうか。はい、非常に滑らかですね。すごく軽いので、ちょっと自分で速度は調節しなきゃいけなくて、足の三脚ベースをね、自分の足で固定しながら行くんですけど、まあ、じんわりしたパンにはあんまりは向いてないかなっていう感じはしますね。はい、次はチルトなんですけど、まず前からね、フロントから、はい、すごくねこう抵抗が多少かかったような感じがするので、じっくり行くこともできます。で勝手に戻ってくれる仕様になってます。ちょっと今フロントヘビーなんで勝手に戻るっていう感じじゃないと思うんですけど、このまま上に向けていきますね。後ろに傾けていくと、そうするとまあね、上まで滑らかに行くわけなんですけど、これが勝手に戻ってくれるという感じ。これがね、多分今フロントヘビーなので、これをちょっとね後ろにちょっと無理くりずらして固定すると、多分前にやっても戻ってくると、じわーっと戻ってくるっていうね。はい、いかがでしょうか。こちら、自重、こいつの本体重量が 2.1 キロで、耐荷重が5キロということで、まあ、GH4 この今レンズつけて、だいたいね 1.5 キロぐらいあるわけなんですよ。それから、あ、このケージも含めてか。で今撮ってるね S1H なんかも本体が1キロ、レンズで1キロいかないくらいで、ケージも含めるとだいたい2キロぐらいいきますけど、余裕で乗っかるという感じですね。写真
用の三脚といいますか、そういったものもたくさんありますけれども、一脚を使うメリットっていうのはとにかく機動力ですね。それからまあポンと狭いスペースで置いておけるというところ、それに伴ってさらにこういったね、ビデオ用雲台フルードがついているおかげでパンであるとかチルトであるとかっていうことが、例えばスリーウェイ雲台とかだとここを回してこうしてああしてっていうことになりますけれども、これはねフレキシブルに、使っていくことができる。さらには、三脚一脚とかでね、メリットになる前に傾ける、後ろに引く、斜め横っていうような、ことも、三脚ベースがついていながらできるので、非常に僕としては、ずっと欲しかったものですし、自分のワークフローの中でも非常に使っていく、ライブ撮影なんかではすごく活躍するんじゃないかなと思う、そんな、一品になっております。はい、今回はマンフロットの X プロモノポッドプラスのご紹介でした。